顔をアフ。はい、衆院選最後の投票のお願いに参りました。ではなくて、はい、ちょっと岸田くんと、この石井啓一くん、この人のね、顔を見ながらね、あの、ちょっと事務連絡をね、最初にさせていただきます。3つほどあります。で、1個目は、あの、明日の、あの、午後2時から、えー、定例のスペースを開催しますので、お手すきの方はお集まり、 えー、ください。スペースは、あの、X の、な,なんだ、アプリ ?X のアプリっていうのかなはい、あの、えー、みんなでね、こう、お話をするという、そういう気楽なお話し会のようなことを、えー、月1回やっております。で、マイクアップは、あの、お話しする人です。で、えー、メンバーさんがいらしたら、あの、メンバーさんを、 マイクアップであの優先させていただきますが、はい、どなたでもご参加できますので、明日2時から月1スペースを開催しますというお話からの、あとね、あの、時々お願いしてるのですが、あの、皆さんのコメントがね、あの、とてもありがたいです。本当にいつも週一コメント、ありがとうございます。で あのコメントはいくらつけてくださっても構わないっていうかとてもありがたいのですがあのね返信をあのだからどなたかのコメントに返信をしてしまうとちょっと誤解を生ずることがあるんですねうん例えばあの質問されている方コメントでね例えば初コメで質問されてきた人にあの 返信してしまうと、あの、私以外の人が返信してしまうと、それがこの私の意思みたいなね、うん、チャンネルの意図みたいに受け取られかねないので、え返、ー、信はなしにしていただけると、大変嬉しいというね、あの、ちょっと恐縮なお願いです。あとね、もう一個のね、お名前、お、お、おお <laughs> 落ち着け私、はい、お願いですね。<laughs> お願いは、 あのとね、唐津にお住まいの方ねあの佐賀県唐津にお住まいの方で、えー、日韓トンネルを本当に掘ってるかどうかのご確認に行っていただける方というかそれ知ってるよという方がいらしたら、えー、コメントしていただけると嬉しいですというのは私先月ね佐賀に旅行したのですがちょっとそれを怠ってしまいまして。 うん、あのカラスに行ったのはあの日韓本音を掘ってるかどうかの確認をしたいなと思って計画したのにいつの間にか唐津城に行くことが目的になってしまい駅の,の中にね観光案内所もあったのに。 日韓トンネルに関してはな何もリサーチせずに戻ってきてしまいしまいったのがそれがちょっと残機の念として残っているので、はい、もし、えー、日韓トンネルの方知っている方教えてくださいで日韓トンネルといえばね参政党のなんとかって人が日韓トンネル推進協議連盟みたいなそういう議連みたいな,のなんか変なのありますよね。 うん、それに入っていたか、えー、またはその,壺のえー、その推進が会議みたいのに祝電を送っていたか、またつまりそのツの日韓トンネル推進に、えーまあ、なんか賛成してるみたいなね。賛成党だから <laughs>、うん。そういう人がいると聞いて、ちょっと調べてみたらね、 多分、新海雄二さんって人じゃないかな。うん。そんな気がしています。はい。だからね、日韓トンネルを掘っているってことにして、もうすごい献金集めちゃってますよね。うん。だから、まずはそれ、本当に掘ってるのかどうか。で、私はそれは、日韓トンネルは、技術的に不可能だと聞いていますので、そこをね、ちょっと確かめてみたいという思いがあります。で、 今日はね、ちょっと選挙絡みのね、ニュースを2、3行く前に、はい、えー、この岸田くんと石田くん、石井くんの顔を見ながら、えー、っとね、私がちょっとまとめたことをね、まず発表します。発表か。はい。それはさ、あの、2000万円問題ね、うん、2000万円問題非公認議員に、えー、なぜか公示日後に、えぇ、ー、支部の口座に送られたっていう話が、 もう選挙の投開票日の直前になって出てきたのはこれで誰のリークかっていうね。うん、で、それは一つね思い浮かぶのはのねちょっと前に高市一派が周りの支持者に今回の選挙では自民に投票するなと言って歩いてるという話を聞きその時はあそうかそれで自民を惨敗させてまあ高,高市一派が あの石破さんおろしをしたいんだろうなとね、うん、その程度にしか考えてなかったのですが、今、よくよく考えると、それって、あのー、壺の意図なんだろうなっていうね。うん、だから、えー、壺としても、今回、自民に惨敗してほしい、うん、それはこうお給をすえるっていう意味でもあり、えー、あとは、まあ、国民民主を、えー、与党に入れて、 文科大臣のポストでも欲しいのかなっていうね、うん、それをさっきコメントしてくださった方がいて、えー、つまり自分たちの息のかかった国民民主を政権与党に入れて文科大臣ポストをもらって、それで、えー、解散請求を取り下げようみたいなね、うん、それをやりたいのかなっていう、うん、そのシナリオは割合こう腑に落ちてつな、えー、がってくるような気がします。 で、でね、で、あの、岸田くんが、ちょっとこのニュースね、先にちょっと見ていきますかね。これね、岸田くんが、この石井啓一のこ,うこんなのの応援に行って、で、ね、何を言ったかというと、岸田くんはこの2000万円問題で、なんかお詫びとか言ってんだよね。うん、お金を出したタイミングの関係で誤解を招き、心からお詫び申し上げるで、 これね、わざわざ言う必要ないじゃん。この選挙応援に行って、こんな話すれば、この話知らない人は、え、何2000万円問題って、ますます、あの、そこが目立っちゃうわけでしょ、問題がね。うん、でも、田君はそれを狙っていったのではないですか。<laughs> 応援に行ったようなふりをして、えー、こんなこと起こしちゃってすいませんねって謝ることによって、こういう問題があったんだよということを、 有権者に知らせたい、つまり、えー、岸田君も自民惨敗を狙っているのかなという気がします、うん、でもその意図は高市一派とは違う、からねこれもしかして今回の選挙って、えー、坪たい岸田みたいな対決構図になっていないかなという気がします。 うん、だから、ツボにしても、えー、岸田さんたちにしても、自民を惨敗させたいという目的は同じなのですが、その後、岸田さんは、あのー、ツの殲滅を狙ってるのではないかなと。だから、つまり、安倍派とか、あの、裏金壺議員の一層を狙う、そのために一回惨敗させる。でん、その自民惨敗の時の総理を自分がやってると、 自分もボロボロになっちゃうから、まあ、石破さんに汚れ役をやらせたというね。うん、でも本当は汚れ役は石破さんじゃなくて、あの、ポイム君の予定だったと思いますよ。<laughs> ポイム君にワンポイントリリーフで総理になってもらって、えー、選挙すぐやってもらって、ボロ負けしてもらって、その後、えー、ポイムおろしをして、岸田さんが返り咲くというシナリオが最初にあったかと思うのですが、それがどういう番狂わせか、 えー、石破さんが総理になっっちゃったというね、うん、でもその一つの理由は、まあ、麻生の変説っていうか麻生があのいかがわしい高市いを押したりしたから、えー、意外にあの坪市さんがの伸びちゃったというね、まあ、坪市さんが伸びた理由は坪の手こ入れもあったのですがプラス麻生が乗っかっちゃったことによってでポイム君がサインになっちゃった。 うん、それで、えー、石破さんと高市だったら石破さんの方がマシかなという選択で、えー、まさかの石破さんの <laughs> 総理で,で、そこはちょっと、岸田さん的にはシナリオが狂ったかもし知らない知れないけれど、ワンポイントリリーフという役目を負ったという点では、まあ、ポイム君でも石破さんでも同じだったのかなというね。はい、あとね、 あやっぱりっていう情報が入ってきて、あの、石丸応援アカウントがね、今そっくり国民民主応援アカウントに変身、<laughs> 変身してるそうです。<laughs> これわかりやすいよね。うん。だから、国民民主の、ね、ご主人様は、ツボってことがここで丸わかりですね。 さら、うん、に石丸応援,応援団もやっぱり壺だったんだなってことも確認ができたなというね。はい、あとね、もう一個ね、面白い情報はね、あの原口さんね、うん、原口さんがなんか賛成党とちょっと接近しているかもみたいな話からの、それはどうしてその流れになったかね。で原口さんはあの佐賀ですよね。あの 選挙地盤がね,190番ねで。よく更な話してるでしょ。で、原口さんは、ね、ご病気になってから、なんかスピに目覚めたみたいなね。うん、それ本当に目覚めたのかどうかは知らないけどね。うん、それでスピ色の強い参政党のお誘いみたいのに、うん、乗っちゃったのかなっていうね。うん、で、参政党として見れば原口さんを取り込むことによって、 九州での勢力拡大に原口さんをちょっと利用できるかなと考えたかなっていうね。うん、でも、魚心あれば水心で、まあどっちが騙されたとか騙すとかさ、うん、そういう単純に割り切れる問題ではないと思いますが、でもね、カルトに引き込まれる人ってもともと、 自分の中にさ、なんか弱さっていうか、いかがわしさみたいなのがあるなって思うのは、あの、玉木の顔を見れば、わかりますよね。うんあの、なんかさ、えー、もう風、かさみどりでさ、えー、もうすぐさ、こう金になびいちゃうみたいな、権力になびいちゃうみたいな、そういう下心があると、カルトに利用されやすいのではないかなというね。はい。で、今日はですね、 えっとね、ちょ、選挙情報を見ていきますが、その前にね、これもあったな。都民ンファと国民民主の関係。で、あの、ゆり子はさ、あの、玉木となんかさ、立ち、あの、距離が近いよねっていうのはさ、十五個補選の乙武さんの応援の時にも、あれ、玉木とかも応援に来てなかったっけうん、で、で、ここね、金子まさんの、 ポストによると、えっとね、裏金問題で売れる総選挙で、えー、自分の選挙では執務中と逃げまくりながら、これ、ゆり子のことね、うん、あの、都知事選の時は、公務が忙しいとか言って、<laughs> 演説とかほとんどしなかったじゃん。うん、なのに、今、自公候補の応援とか入ってますよね。で、 あのね、オートコールがね、ゆり子のオートコールが、あの、丸川玉代の選挙区で、あのー、電話がかかってくるゆり子の声でね、丸川玉代さん応援して、応援してくださいみたいな、それをね、他の裏金議員のところだ、誰って言ったっけなうん、だからゆり子は結構、あの、裏金議員を応援してますよね。うん、でも、羽生田は、ちょっと落選の危機もあるから、 え結局入んなかったかな、羽生田の応援にはあのー、色紙を置いてたくらいな感じかな、羽生田の事務所にゆり子の応援メッセージが飾ってあったくらいの関係だったかな、あのゆり子と羽生田はね。で、ここね、都民ファは国民民主応援で、あやっぱそうなんだね。 自公国民連立政権の予行演習だって、はい、これもうズバリと <laughs>。ズバリと書い、書いちゃった <laughs>、うん。トミーファ、トミーファの代表があり、ユリコだよね。ユリコが作った政党でしょあの、地域政党でね、トミーファって。で、トミーファは国民民主の応援で、うん、だからユリコが、 側面支援してるってことですよね、この自公国の連立政権のね、うん、えー、はい、そういうわけです。はいで、最後ね、今日はね、選挙日前日ですので、17人の大物議員リストで、この人たちがどうなるかっていう予測のね、あの分かりやすい表が出てました。これを 見てきますかね。これはね、現代ビジネスね。で、羽生田のね、ことが長々と書いてあるのですが、ーちょっと待ってね、このね、表があるからね、あの、判定、A 判定とか B 判定とかね、あ、これね、えー、自民でね、議員バッジを外しそうな、当落状17人、これ当落状ってことはさ、当選するか落選するか、 よ、よくわかんないって人、ギリギリの人って感じですよね。で、ここにさ、当選予想で、これ D まであるんだね。ここで数字が ABCD あるでしょでも A の人はさ、当落状じゃなくてもこれ当選確実なのではないかなと思っていた、いました。ね。で、この、G、議員バッジを外しそうな当落状17人で、 これ唯一 A 判定ついてんのが、こう、世耕なんだよね <laughs>。で、でね、さっき別のニュースでね、明日ね、8時になると、もう世耕の当格が出るって <laughs>。これもさ、よく頑張、よく頑張ったっていうかさ、もう言葉を失うっていうかさ、裏金議員でも何でもさ、聖凛心で嘘をつこうとも、え、クソ頑張りして、地元にさ、 あの、組織症があれば、え、これじゃあ当然できちゃうんじゃんっていうね。これびっくりだね。うん、でも和歌山肉はさ、裏金対決だよね。<laughs> 相手は、あの、二階の三男でしょ。二 <laughs> 階の三男もちょっとあの、演説がカルトっぽくなってきたよね。うん、でもうどっちが、どっちも落ちてほしいのですが、 <laughs> これもう0 1ミリでどっちがましかって言ったらどっちなんだろうな世耕と二階の三男、まあ、裏金額で言ったら二階が一番だからじゃあその息子が <laughs> 落ちた方がいいのかでも世耕がさこれね難しいんだって二階の息子はあの公認公王であり重複に,にも出るでしょ比例にも出るから。 あれはあの落ちても復活する可能性あるよね、あの赤配率によってね、うん。で、じゃあ例えば小選挙区で世耕が勝ちました、二階三男が落ちました、うん、だけど二階三男が比例で復活してきた場合、この和歌山選挙区の支部長はあの息子なんだって、うん、そうなると世耕はね、微妙になっちゃうんだよね。うん、で世耕の願望としては もう比例でも復活できないくらい完膚なきまでに三男に負けてほしい <laughs>、うん、そうすれば世耕が和歌山二区の支部長になってまた自民に復党しやすいでしょでもさ世耕が自民に復党しちゃうと、うん、もう高い高い一派の戦闘機って石破おろし始めちゃいますよね、うん、で安倍派浦賀議員がまた勢力を盛り返してしまうという その恐れを考えると、あの岸田さん的には、赤山二区は二階三男の方が良かったんだって、まあそ,そりゃそうだよね、公認議員だからね。うん、で、そんなになんかさ、あ悪辣なことはすぐにはしそうもないじゃん、三男の方がね。うん、でもどうやら世耕は復活しちゃう,しちゃうっていう話ね。あと、面白いのがさ、武田良太が意外と苦心してるって話。 うん B、B 判定ね。でも B だったらいけそうな気がしますが、あの、丸川中抜き玉代の夫の大塚拓も B 判定。うん、でもね、あのー、えっ、ー、となな、対抗馬に、立憲の、あのー、相手に、ちょっとリードをね、許してるって書いてあった。うん、それでも B はついてるんだよね。うん、だからやっぱり A 以外世耕の、 A 以外はこの17人は本当に危ないってことらしいです。あと B のこの三林ろ美もんと、ね、ちょっとねあの何ポイントかあの遅れを取ってるって書いてあったでもこれ前日でしょ危ないねこれ落ちちゃうかもいいでも平沢勝英はさえこれは盤石っていう噂なかったっけでも A ではないね。 うん、だって、羽生田光一ですら B がついてる。うん、じゃあ、平沢勝英は落選の危機はあるということですね。じゃあ、この D, D って人はもうダメだね。<laughs> で、D がついちゃってる人は、上杉健太郎はね、福島さんこれ出てこなければよかったのにね、うん。最初も出ないって言ってたじゃん。あの、比例認められないからもう無理だなと思って、諦めてた。 裏金309万もらってた福島産区の上杉健太郎は、あの、関係一郎が、あの、出ないって言ったから、じゃあ出るって言ってまた出てきちゃったけれども、<laughs> 結局落ち,落ちちゃうっていうさ、ちょっと声が明るくなっちゃうね。うん、あとは、埼玉ロックの、えー、中根和幸ね、裏金1860万円ももらって出てきて、はい、落選です。で、あと、大臣レベルで落ちそうな人が、 この埼玉国の牧原くんとか、あとはあの女、女子大生と、あの、援助交際してたこの、鹿児島3区の、小里ね、これ C でしょ。これだ大臣でしょ <laughs> うーん。でも C は、C プラスと C マイナスがあってどう、どうなんだろうね、この C はね。うん、でもこ、この中の B が危ない人がいっぱいいるから、C は、 どうなんだろうね挽回のチャンスはまだちょびっとあるって感じうん、この埼玉5区の牧原秀樹さんはこれ、法務大臣やってるでしょ <laughs> うん、法務大臣やってるけれど、あの、えー、壺の、あの、イベントに30何回出てたってことが後から分かっちゃって感じの悪い、牧原秀樹くんね。うん、大臣であるのに落ちちゃうかもね。で、え、丸川玉代が主意だって。 <laughs> 夫よりもランクが1個下ですね。じゃあ、丸川たまよは、あのね、まだ接戦みたいに言ってたところもあるんだよね。うん。だから、まあ、D ほど完全落選ではないか、まだ。丸川たまよと下村博文の首位はね、うん。で、あと、小田原富潔さんじゃなくて、小田原清さんね。裏金額1240万円。 でも小田原さんは危ないっていう話をよく聞きますね。あと、デイは、あ、これだ。あの、新潟2区の細田健一、裏金564万こ。この図いいね、裏金額が <laughs>、うん。正確に書いてていい、くださってて、とてもいい、見やすい表ですね。細田健一も、これ、デイはダメだね。うん、じゃあ、デイが何人いる上杉健太郎。 福島3区、中根一幸之之、えー、埼玉6区、これ裏金、裏金ね、あと裏金の細田健一、新潟2区、えー、これはもう復活は無理そうですよね。で、この C も限りなく危ないっていうのが、えー、埼玉区、牧原秀樹大臣と、 丸川丸丸川川すいません丸川中百822万円玉代さん東京7区と下村博文東京11区とで C は青小田原不潔さんね東京21区と高木剛さんも C, C だね高木剛さんはあの高市やりいのさんの,あのご,ご主人に苦戦してるらしいですね。 <laughs> で、裏金議員ではないけれど、伊藤忠彦さんっていうね、愛知ックの、この人はね、公認ももらってるし、比例復活もありだけれど、どうなんだろう。でも、比例復活できるかもだよね。うん、この赤灰率によってね。で、西村康稔さんは、B だね。 うん、なんかさ、西村康俊もさ、これ当選しちゃうかもしれないね、うん。だから西村とか世耕が戻ってきて復党、復党するでしょ、うん、すぐし,しちゃうよね。うん、それで石破おろしの,あの勢力に加わってきますよね。うん、で,でもね、私なんか今回は、 うん、高市一派が暴れれば暴れるほど、なんか裏目に出てくるような気がするんだよね。うん、で、麻生も乗っかってるでしょ石破おろしにね、うん。で、麻生は今、えー、ますます晩節を汚すようなで、高市を押せば押すほど惨めな老後になっていくような、そんな予感しかしないのですがね。 でこの記事ね、ちょっとね、見ていくとね、誰が何パーセント、何ポイントぐらい負けてるみたいな記述があったので、そこをね、見ていきますね。ちょっと待ってね。えー、っとね、西村、西,西村は簡単に、 当格とはい、かないで、じ,じゃ、パンツくね、パンツくは、えー、苦戦が続いているっていうね、あの、山本拓さんが出馬表明して、えー、高木氏が血相を書いて必死だがすでにと、時遅しの間、はい、で、あと現、現職、あ、閣僚ね、あの、大臣とかやってる人ね、あと元閣僚クラスも、 厳しい選挙となっているで、えー、この大塚拓さんと丸川玉代、丸川中抜き玉代夫妻は、小選挙区一本での出馬を余儀なくされたでしょ。あ、で、ここですね、重要なところはね、この大塚氏の方ね、夫の方は、立民の杉村さんに、僅差だがリードを許すだって。負けてるね。 んじゃあ、このまま杉村さんが逃げ切っちゃえば落選ですね。はい、片山丸川中抜き玉代さんは、えー、こちらの相手も立民の松尾さんに5ポイント前後、これ劣勢でしょうん。だから、どうなんだろうね、この5ポイントっていう僅差は、もう明日でしょ、東海表日ね。これさ、1日で、 ひっくり返るものかな。限りに中危ないよね。ま丸川もね。で、この福岡ッ区の武田良太。この人、そのい選挙強いでしょ。<laughs> しかし、先週末から自民党全体の支持が急降下すると、これ、先週末ってさ、えー、18日くらい。先週末だと17、18くらい。これ、な、なんかあったっけ この時2000万円問題って、17、18には出てこなかったよね。うん、だけど自民党全体の支持が急降下すると、新人の維新ね、うん、維新に、数ポイント逆転されちゃったんだって、武田良太。これ意外だよね。うん、これ、九州だよね。うん、九州維新に負けそうなんだ、武田良太。 いや武田良太落選したらさちょっとも面白すぎるよねうんでも裏がね1926万でしょはいであとね何ポイント差みたいなのが出ていたのは飲食閣僚で厳しい選挙戦となっているのはあの牧原あ伊藤忠彦さんってあこの人あれ,あれなんだ大臣なんだねあ復興大臣やってるんだ それでさっきのリストに入ってたってことね。うん。で、おざと農水大臣は、あの、女,女子大生に一泊10万円あげて手切れ金300万円要求されだって。<laughs> どうしようもない人だよね、はい。で、あとここにね、あ、これ世耕のことが書いてあります。えー、世耕は、世論調査では、とね、 二回の三男と、あ、ここ、信康氏に20ポイント近くも差をつけているだって。で、午後8時に、当格ってことは、20ポイント、今の時点で差がついていると、もうこれは挽回無理ってことですね。この安都市君はね。で、さっき、丸川とか、あとはあの、夫の方のポイントは、 5ポイント差ぐらいって書いてあったっけ金差って書いてあったよねうんとね。あ、これ西村くんね。西村康利くんは、えー、橋本圭吾さん、立民に10ポイントほどリード。あ、これリードしてるんだ。西村くんがね。というものが、あ、そうか。じゃあ西村くんはこれ当選しちゃうかもね。うん、10ポイントのリードって、 結構大きいでしょ西村圭吾に10ポイントほどリードだから、西村くんがリードしてますよね。やばい。で、大塚と丸川は、これのさ、何ポイントとかってさ、さっき書いてなかったっけ数ポイント。数ポイント越されたのが、た、武田良太ね。で、このさ、 まあ、丸川とあれはなんて書いてあったっけなそんなにこだわる必要もないか <laughs> うんだから20%の20ポイントの差をつけられちゃってる2回3なんはもう小選挙区では無理ってことねはい、えー、そういうわけでうーん施工はこれね何な,な,んなんだろうねこのしぶとさはね <laughs> はい、まあ、そういうわけで明日の ま8時になると、この20ポイントも差をつけている人たちは、この頭角が出てくるということですかね。はい。で、最後のね、この記事の締めくくりは、一覧表のように、裏金議員、大物閣僚がピンチを迎えている選挙。で、世論調査のような数字が選挙結果に反映されると、たちまち、石場おろしが吹き荒れそうだ。 うんで石破卸が始まるとあの森山さんも一緒に辞めちゃうって話だよね。で,で臨時の総裁選がもう一回やってその時は議員票だけで、あのー、投票になってでもその準備をしてるみたいなことはあの林さんの発言から分かっちゃったって話だよね。で出てくるのが総裁選出てくるのが、えー、林さんと。 加藤さんがもうその時出てくるのかな。あと高市やりーのさんが出てくる、はい。で、でもね、私の予測は、石破卸からの総裁選、うん、だから銀票だけの総裁選では高市区は無理でしょう。<laughs> ねうん、だから岸田さんのシナリオ通りね、進んでいる。うん、だから麻生の思う,思う通りには、 行かないような気がするんだよね。はい、そういうわけで、明日ははい、投開票日です。えー、じゃあ、午後二時から、えー、ライブをやりますが、特にライブじゃないスペースね。スペースは、えー、特に選挙の話というよりも、はいえー、皆さんで楽しくお話をしたいと思います。はい、またやります。では、またバイバーイ。 全種を信じちゃいけないよ。自分の頭で考えろ。いつでもあいつら監視して、最近泥棒させないぞ。